14時58分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度4の地震が発生しました。この地震について詳しく確認していきましょう。14時58分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度4の地震が発生しました。この地震による津波の心配はありません。地震の規模を示すマグニチュードは 4.4、 震源の深さは約 50km となっています。この地震により揺れを多くの方から感じていまして、揺れの報告もいただいている状況です。ウェザーニュースの会員の皆様からいただいている地震の揺れについてですが、関東の北部を中心にドンと突き上げる赤い報告も多く、南部の方ですとガタガタと小刻みの黄色の報告もいただいておりました。また広くゆらゆら酔いそうのオレンジ色の報告もいただいている状況でした。そんな会員の方からはリポートもいただいておりまして、東京都江戸川区の方からは、たまたま横になっていたので横揺れが来る前に細かな縦の振動を感じました。ガタガタと弱い横揺れでしたが、ドキッとする振動でした、ということで揺れのご報告をいただいています。皆様からのコメントを見ていると、横揺れを感じた方が多かったようです。そして詳しい地震の情報についてはお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。こちら地震チャンネルというのをご用意しておりますので、詳しい情報をぜひこちらの地震チャンネルの方からご確認ください。ズームすると詳しい地点タップして、詳しい地点も確認することができますし、下の震度の詳細から詳しい震度の詳細ご覧いただけます。地震が発生した際などはこちらの方からもご確認ください。いつどこで大きな地震が発生するかは分かりません。日頃からの備えをしっかりと行ってください。以上、地震の情報をお伝えしました。